はい、こんにちは。今回はですね、ビットバンクからとんでもないお知らせが来たんですよ。というのが、対ビットコインペアの取り扱い終了に関するお知らせということで、ビットコインとアルトコインの交換が、このビットバンクというところではね、できなくなったんですよね。9月15日から、もうすぐじゃないですか。取扱い最終日、及び取扱い終了となるサービスということで、ビットコインとすべてのペア、 ここに書いてあるやつ全何なんでしょうかねあの理由までは書いてませんけどもとてつもないなんか悪い予感がしますねこれは暗号通貨がいよいよ締め上げられてきたんでしょうか皆さんはどういうふうに思いでしょうかそれでは本日は以上ですまた分かることがありましたら追加します